すみっこすみっこすみっこ暮らし。といったところで、ともとも小島です。じゃあこちらのゲームやっていきますよ。でね、ちょっとね、録画ミスをしてしまって、買い物するシーンとかね、見せられてない部分があるので、とりあえずイベントだけ見ていこうと思います。最近カクつくんだよね。お、コンプリートが増えとる。ね、イベントの内容がまず1個目、これ本を運んでおります。ベンちゃん頑張って運んでね。はい、並べよう。バソン、じゃじゃん、美味しいキュウリの育て方と自分の本とコーヒーかな、喫茶店の本ですかね。たくさんある。そうだね、頑張って。あ、白クマがやってきました。今日のレシピの本を探してるようですね。どこだろうどこだろう、テク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 、あった、ここなところにあったぜ。あったあった落ちてるやつを拾うというね。で、ペンちゃんは疲れて寝ております。お、みんなペンちゃんは責めないであげて。ダメよ、責めたらペンちゃんお疲れなんだから。でね、なんでペンギンがお疲れかっていうとね、ペンギンのお店ここなんだけど、お手伝いさんがいないんですよね。他の猫ちゃんとかトカゲとかトンカツは雑草ちゃんとかしっぽちゃんとかニセツムリ、白クマのところとか豆マスターとお化けおるんだよね。あ、かわいい、なんか本読みよる。何読んでんだろう、自分の本かな、それとも食べ物かな。ナポリタンなんか食べる気ですねで、次トンカツのイベントもね、ちょっと見せられてないので、それを見ていきましょう。トンカツもコンプリートしてますね、私。はい、テレビのイベントです。アナログテレビを買った時のイベントになりますね。うんうん、見ております。あら、美味しそうだね。ほこりちゃん、これどう、好き？うん、好き。はっ、ね、何もしてない、ペンギンは何もしてない、なんか勝手に消えた。あれ、映らないの、ピコピコ。何もしてない、何もしてなくて壊れたもん、違うもん、何もしてないもん。 すいません、お店の人、壊れました。私は何もしとらんです。ふい、任せろ、ドン。そう、アナログテレビはドンってすると治るんよ、なんでか知らんけどうちにもあったな。うん、ではね、お買い物していきたいと思います。今はね、とんかつのお店を豪華にしてるんだよね。新聞ラック買っていきましょう。はい、新聞ラックはすみっこたこ焼きに置かれました。まだまだ買っていくよ。前回はレンタルショップをね、豪華にしたからさ、順番通りにね、交換していきたいですね。風車、なんで風車、何に使うと、わからん、なんだろう風車。エビフライの尻尾ちゃんが遊ぶんかな。銅でできた偽物たこ焼き、これを見たらたこ焼きが食べたくなる。見本のたこ焼き、これ銅でできてんだ。へえ、知らんかった。あれでしょ、サンプル品でしょ、見本ってちゃんと書いてある、食べないように、えらえらいね。あそこにあるね、見本のたこ焼き。次、招き猫だね。お客さんを招いてくれる猫の置物、好感のほどは何とも言えない。これさ、この顔猫ちゃんじゃない、うん、この世界の猫はこんな顔してるんだね。てってりー、招き猫がすみっこたこ焼きに置かれたと。あ、これ部屋の中なんだ。これ右手上げるのと左手上げるので効果が違ってしてた。これ招き猫、人どっちだったっけな、お客さんを呼ぶ方とお金を呼ぶ方とかじゃなかったっけ、服だったっけ、あんま覚えてない。次、青のり、これもすみっこたこ焼きじゃない。あーですよね、もうイベント終わったけどな、たこ焼き屋さんは。でもなんか全部揃えたいよね。残り685円しかない、買えない、ピエン。ではね、ミニゲームをしたいと思います。このライブ会場でミニゲームできると教えてくれたんだよね、コメントで。知らんかったので、ミニゲームやっていこう。これですね、もうすでに何回か やりました。これがね、難しいんよ。ちょっと黙るかもしれん、曲がいいからいいと思う。見よってね。では黙ります。
はい、いい曲でしたね。おい。これでちょびっとね、お金がね、入るということで。あとは福引き所で福引きしようかな。はい。では、5枚あるので1人1回ずつ行こう。白熊さんから。お願いします。さあ、白熊は何を出してくれるか。あ、袋来ないか。てでーん。お、赤ちゃん。あれ？赤って洋服じゃないの？当たった。あれ？袋来なくても当たるらしい。なんだ？びっくりした。トカゲのクッキングセットだって。後で見に行きましょう。次、ペンちゃん。ペンちゃんのサンタさん可愛いけど、可愛いんだけど、新しい服装欲しいね。じゃらーん。なんだろう、また赤出るかな。あ、やっぱ出らんよね。さっきから嫌だったの、猫缶か。次、トンカツに引いてもらおう。はい、トンカツ。お願いします。ペンギンの洋服で大体揃ってるんじゃない？もしかしたら。はい、トンカツは？今、野球帽被せてるんですよね。これみんな見せたっけ、野球帽。さあ、何を引いたかい？あー、ですよねー。今のところトカゲのやつしかないね、当たりが。はい、猫ちゃん、いってら。あ、猫ちゃんのリボン可愛いけどなー。あの、猫の兄弟がやってるようなリボンに似てるくない？なんか、そんなイメージがあるけど、私は。あー、袋今日来んねー。へい。起きた。赤色じゃん。白熊のクッキングセット。クッキングセットが当たりじゃないのかな？なんでだろう、トカゲと白熊のクッキングセットが当たっております。なんだ、クッキンセットって微妙なんかな、服装。わからん。あれ、袋今日出番ないじゃん。今が最後のチャンスだったのに。もったいない。はい。てれん。じゃあ、洋服着せ替えに行きましょう。おにぎりか。みんな大好きおにぎり。まずは、トカゲ。疲れとんね、トカゲ。ちょっと、餌あげよう。餌。ご飯あげよう。何がいいかな。あ、魚あるやん。はい。食いなっせ。あ、かぶるか？ガーブ。かわいい。うおー、二口で食った。骨は？あれ？骨ごと食べたの。そんなの。では、トカゲさんが元気になったところで着せ替えましょう。クッキングセット。ん？クッキングセット？これお店の格好ってこともしかして。なんかそんな気がするな。なるほどね。これマネージャーの服ってさ、私ね、写真撮ったっけ？写真撮るとね、福引きチケットはもらえたりするんよ、たまに。もらえんね。いっぱい写真撮ったけど、ダメだった。で、次、白熊に移動して、白熊もクッキングセットあるんだよ。頭乗せ取る。ぶつかった。置いた。おお、分裂した。すげえ。どういう技かわからんけど。え？これかわいい。給食のおばちゃんになった。写真撮っとこう。これもしかして、頭につけたの風呂敷じゃない？いや、風呂敷の顔ついてないね。で、とりあえず洋服はこれで全部かな。スズメとか私、洋服ある？君。あ、ありそうだね。まだゲットしてないだけど。大漁旗が可愛い。何その大漁旗？猫ちゃんじゃん。あ、そっか、猫ちゃん魚好きだから、自分で取ってきてるのかな？はい、といったところで今回ここまでになります。ご視聴ありがとうございました。また次回もね、お金貯めてイベント見ていきましょう。それでは、ならねー。